皆さん、こんにちは。トレンドリアです。今回は、韓国にしかない、韓国特有の食文化についてご紹介します。韓国ドラマでもよく見る食事のシーン。今までは、そこまで気にしたことなかったけれど、これからは見方が変わる？日本にはない、韓国の食文化の気になるあれこれを詳しく説明していきます。ぜひ最後までチェックしてください。それでは早速見ていきましょう。1.年長者との食事マナー。これは有名な韓国文化なのではないでしょうか。お酒を飲むときに年長者が目の前に座っている場合、口元を隠し横を向いて飲むことがマナーです。またお酒を注ぐときには片手を添えて相手のグラスに注ぐことがマナーです。会社の食事会のように堅苦しくない場面で年上の方と飲むときに、時々気を使わなくてもいいよと言ってくれる方もいます。日本人が韓国のマナーを守り、飲んでいる姿に驚く韓国人もいます。郷に入っては郷に従え、ということわざがあるように、韓国では韓国の食事マナーを守って、食事をすることがベストです。カジュアルな場面でも、初めての相手とお酒を飲む場合は、このマナーを思い出してみてください。また、お酒を注ぐ時にも注意が必要です。日本では、上司などとの会食で上司のグラスを開けてはいけない。というような考えがありますが、韓国では NG 行為になってしまいます。お酒の継ぎ出しは NG 行為なので、絶対にしないように注意しましょう。また年長者がお食事に手をつけるまで年下は食べてはいけません。これは年長者に対する礼儀作法の一つなので覚えておきましょう。 2. 食べる姿勢。これも時々耳にすることがあるのではないでしょうか。韓国では女性は縦膝の姿勢で食べても OK です。これは昔の考えが根付いていて、半服が美しく綺麗に見えるようにという意味や、動きやすいようにといった意味があります。男性の場合は縦膝は NG で、あぐらをかくことのみ許されています。また日本とは異なり、正座で食事をすることは NG です。韓国では正座の姿勢は罰を受けている時の姿勢と同じになります。なので正座をしながらの食事は NG 行為になるので注意しましょう。 3. スプーンとお箸の置き方。日本ではお箸やスプーンを置くときに横にしておきますよね。韓国では年を上に向けてスプーンとお箸を縦に置きます。ただ縦に置くだけでなく、順番も決まっていて、スプーンは左、箸は右に置きます。また韓国ではお箸置きの代わりに紙ナプキンを下に敷いてスプーンやお箸を置きます。韓国の食堂などでご飯を食べるときはぜひ実践してみてください。そもそも食事をするときになぜスプーンとお箸が一緒に出てくるのか気になりませんか。韓国ではつくべぎと呼ばれる土鍋でスープやチゲなどを作ります。このつくべぎですが、スープやチゲを長時間熱い温度のまま保つことが可能で、熱い上重くて持つことは不可能です。なので器は持ち上げず、スプーンを使ってスープやチゲを食べます。その時にスプーンにご飯を乗せて汁と一緒に食べる人も多いです。 4. ラーメンは鍋のまま。韓国では日本のように鍋から器に盛り付けして食べるといったことはほとんどしません。ズボラに見えてしまうかもしれませんが、鍋のまま蓋をお皿代わりにし、蓋の上で冷まして食べます。韓国ドラマでも時々見かけるシーンで見ていると真似したくなりますよね。インスタントラーメンのみならず、カップラーメンでもその文化が見られるのですが、これはまた別の動画で実践してお届けしたいと思います。忘れないようにチャンネル登録必須です。インスタントラーメンを作る時に使われている鍋をラミョン燃費といい、アルミ製のものが多く火が通りやすい作りになっていて、一人前のインスタントラーメンを作るのにちょうどいいサイズなのが特徴です。韓国のダイソーでも購入可能なのでぜひチェックしてみてください。 5. ご飯の上におかずを乗せてあげる。韓国人のほとんどはスプーンでお米を食べます。その他おかずはお箸で食べますが、その時に相手のスプーンに乗ったご飯の上にキムチなどのおかずをたくさん食べてねと言って乗せてあげます。日本ではなかなか目にすることのない光景ですが、韓国では愛情表現の一つとして特別な人に行います。友達同士でするというよりかは、おばあちゃんが孫にしてあげることが多いです。いかがでしたか。
韓国ドラマでたくさん扱われる食事シーンですが、今回この動画を見てもっと面白く食事シーンを見ることができるのではないでしょうか。また今回紹介した韓国の食事文化ですが、皆さんも簡単に実践することができるので、韓国旅行に行くときや韓国料理店で食事をするときにはぜひこの動画を思い出してみてください。